今日はゲストの方に来てもらって、みんなに話をしてもらいます。しっかりと話を聞いて、被害者がどんな気持ちをしているか考えてください。では先生、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。はじめまして。今日は私の母の話をしたいと思います。実は私は子供の頃、母のことが嫌いでした。私のお母さんの顔には大きな黒いあざがありました。お母さんは病弱で、生まれつきあざがあったと言っていました。私はそれがとても恥ずかしくて、一緒に外出しても母とは離れて歩いていました。最初にお母さんのことを嫌と思ったのは幼稚園の時。お前のおかん顔が怖いな。ユミ。小学生になって、私は…お母さん。何？お母さんは絶対に学校には来ないでね。そうね、わかった。だから、参観日にはいつも祖母や父が来てくれていました。友達には、母は仕事が忙しくて来れないと嘘をついていました。そしてそんな時、学校で音楽会がありました。多くの保護者が自分の子供が歌っているのを見に来ていました。私のところもいつものように祖母と父が見に来てくれていました。ところが、私は見つけたのです。体育館の隅の方で、マスクをつけて申し訳なさそうに立っている母の姿を。ドキッとしたけど、内心嬉しかった。お母さん来てたんだ。でもそれと同時に、みんなに見られたらどうしようと。私はすぐに目をそらし、気づかないふりをしてしまいました。そして家に帰り、絶対に来ないでって言ったじゃない！お母さんの顔、みんなに見られたらどうするの！あなたが歌っているところ、どうしても見たくて。そして、私はとうとう母にこう言ってしまったのです。お母さんはどうして生まれつきそんなあざがあるの？え？みんなみたいに私もお母さんと一緒に買い物とかご飯とか行きたかった。なのにどうして私だけ？ユミ、ごめんね。悲しい思いをさせて。ユミ。お父さん。お母さんが黙っていてと言うから、今までずっと黙っていたけど、お母さんがかわいそうすぎるから、本当のことを話す。あなたやめて。ユミがまだ2歳の頃、近所で大きな火事があって、その炎はあっという間にうちにも燃え移り。その時にお母さんはお前をかばって体中に大やけどを負ったんだ。ユミ、お母さんが守るからね。その時のやけどの跡がお母さんの顔のあざなんだ。でもお母さんは自分のあざのことは何一つ言わず、この子が無事でユミにやけど一つなかったことを喜んでいたよ。
その話を聞いて、母は自分の体を犠牲にして私を守ってくれたことを初めて知ったのです。そして私は泣いて謝りました。ごめん、なさい。本当に本当にごめんなさいと泣いて謝りました。隠しててごめん、ね、そして心からありがとうと伝えました。お母さん。その後しばらくして、母は火傷の後遺症が悪化して亡くなりました。今思うと、母は最後に一度だけでも私が歌っているところを見ておきたかったのかもしれません。私はどうしてもっと母に優しくしてあげられなかったのかって。母が亡くなった後、父からあの火事は実は少年による放火だったことを教えてもらいました。しかし私は今はその少年を恨むつもりはありません。ですが皆さん、これだけは知っておいてください。放火はみんなの人生をめちゃくちゃにします。そのことを覚えていてもらえると嬉しいです。私の話はおしまいです。ありがとうございました。道彦はすごいな。これ得意なんだ。その日から荒井道彦は少しずつ変わり始めた。部屋でもみんなに気を配るようになり、僕時間かかるから先使っていいよ、率先して順番を譲るようになった。教官から褒められることも増えてきた。間違いが減ってきたね。ありがとうございます。そして1ヶ月後、お父さん、今日は面会に来てくれてありがとうございます。そして今まで本当に申し訳ありませんでした。ここから少しでも早く出て一生懸命働きます。数ヶ月後、これからもいろいろあると思うけど、きっとうまくやっていけると思いたい。犯罪白書令和2年度版によると、放火は少年による刑法犯の比率としては全体の 0.2% と決して多くないものの、2019年に起きた京都アニメーション放火事件の例からも、罪のない人々を大勢巻き込み甚大な被害をもたらす犯罪であることは違いない。